マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはせっかく痩せてもお肌がボロボロ、髪パッサパサなんて嫌ですよね。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が飲んでいるダイエットも美容も両方叶う奇跡の飲み物があるんです。もしあなたがダイエットも成功させてプラスお肌や髪の毛がツヤツヤなりたいとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。女性におすすめ綺麗痩せするお茶についてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜダイエットにも美容にも効果があるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、お肌も髪の毛もツヤツヤになる痩せるお茶お伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのお茶はダイエットにも美容にも効果があるのでしょうか、そのポイントが4つあります。まず1つ目、あなたの腸内環境を整えてくれる効果があるからなんです。このお茶が持つ抗菌作用がめちゃくちゃすごいんですね。そのことで腸内の病原体の増殖をぐっとね抑えてくれる効果があるんですよ。もう腸をね守ってくれるわけです。しかもビタミン B がめちゃくちゃ豊富に含まれておりますから、あなたの便秘改善にもすごく効果があるんです。では2つ目のポイントはこちらです。あなたの血糖値を安定させます。これ大事ですよね。なぜ太るか、血糖値が急上昇してしまうからですよね。その間に脳の脂肪を溜め込んでいくわけです。逆にそこをしっかりと安定させて落ち着かせてくれるとしたらいかがですか。あなたは脂肪を溜め込みにくくすることができるんですね。そういった成分が入っているんです。ケルセチンと言います。では3つ目のポイントはこちらです。肌と髪の健康を改善する効果が高いからなんです。このお茶にはコラーゲンを安定させる力があるんですね。しかもタンパク質と全9種類のアミノ酸が入ってるんです。なのでこのアミノ酸が育毛の促進も助けてくれますし、肌に水分をこうギューッとねとどめておいてくれる、こういう働きもしてくれるんですよ。そして4つ目のポイントはこちら、免疫力がアップします。このお茶にはアスコルビン酸という抗酸化物質がたくさん含まれているんですね。なのでウイルス対策にもすごく役立つお茶なんです。免疫力が落ちてしまっては元も子もありません。このお茶を飲んでしっかりとご自身の免疫力も高めていきましょう。ではここから2つ目の項目です。お肌も髪の毛もツヤツヤになって痩せるお茶ご紹介します。それはこちらです。ノンカフェインのモリンガ茶になります。こちら見かけたっていう方いらっしゃいますか。なかなかねその目にするお茶ではないかもしれませんが、私の場合はカルディさんで見つけたんですよね。でこちらはもう本当にねもうすごいお茶なんですよ、まあ、正直言って個人的な意見なんですけども、味は決して美味しくはないです。なんかねなんか草っぽいなみたいな、草みたいなね感じなんですよ、まあ、よく言ってちょっと香ばし系で言うと、まあ、コーン茶にも少し似てるかなぐらいの、まあ、味はねはっきり言ってイマイチですが効果は抜群なので、ぜひ健康と美容とダイエットのために飲んでみてください。でこれはねモリンガ茶は別名奇跡の木ミラクルツリーと言われているすごいお茶なんですよね。あの主にインドの地方で取れるんですけども、でこのお茶もね原産見たら、ね、やっぱ原産国名インドになってます。モリンガ茶 40g 入ってます。 2g×20袋入りですね。太陽の恵みって書いてありますよ、うん、モリンガティ 100% ティーパックになってます。でこちらねもうスーパーフードって言われているのがモリンガなんですね。先ほどお伝えしたもう本当完全栄養食品かっていうぐらいの栄養価の高いお茶になっておりますし、何よりも美肌美髪そして免疫力もアップ、腸内環境も整えちゃうっていう、これすごいお茶ですのでぜひ飲んでみてください。ここですね。でここで最後、飲み方と注意点、ここ間違えると逆効果ですし本当に気をつけていただきたいのでご一緒にチェックしていきましょう。まずはこのお茶必ずホットで飲みましょうね。冷たく冷やしちゃったらダメです。腸が冷えてしまいます。そうすると体温が下がる、免疫が下がる、代謝が落ちる、いいことないです。なのでいろんな飲み物、まあ、これに限らずですけどもホットで飲みましょうね。
そして何といってもたくさん飲みたいところなんですが、1日あたり1杯か2杯までティーパック2袋分ぐらいまでで収めてくださいね。飲みすぎてしまってはお腹を下したりとか良くないことが起こりますから注意しましょう。そしてまあそこに付随しますが、ちょっとね今日お腹緩いなとか弱い方は飲みすぎてしまうと、あの食物繊維がすごく豊富なためどんどん出過ぎちゃうっていうことにもなりかねませんので気をつけてください。で最後ここ、とっても注意、妊娠中の方もしくはその可能性がある方は飲むのをストップしてくださいね。もうどうしてもという時は必ず主治医の先生にご相談してください。あのそういったね環境の方にはお勧めできないお茶となっています。さあいかがだったでしょうか。日頃お食事のバランスが取りにくいとかね、栄養が取れてないんじゃないのかなって心配な方はぜひこのお茶をプラスアルファで飲んでみてくださいね。しっかりとこのお茶で栄養価高めていただきたいと思いますし、何よりもお肌ツルツル、髪の毛ツヤツヤに、ね、なっていきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またね飲んでみた感想などコメントいただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。